皆さんこんにちは、ボンドチャンネル G パフォーマンスです。今回もボンドボディの様子をお届けしたいと思います。 RX のボールペンはもう早速ボディの方に色が入ってるみたいです。ちょっと見てみましょうか。まあ、前回りは前回同様バラバラの状態ですけど、もうボディのこのフレームというか骨格の部分はもう色が入ってるみたいです。ただちょっとよく見ていくとこの辺とこの辺で色が違うんで、多分まだ下塗りの状態じゃないかなと思います。ちょっとこれ後で聞いてみたいと思います。なんでこのピラーだったりもとにかく全部バラして塗ってるんで、こういうとこも全部こう動かしてこう色出てきちゃうとダサいんで、全部この辺も色が入っております。はい、こっちもこの辺もここまで塗ったんだね。まあ当たり前か。まあとにかくもう見えるとこ全部。ただちょっとフロントは多分なんですけど、ここは色入んないんじゃないかなと思います。もう誰もわからない唯一ここぐらいで、こっから前はもともと純正でもほとんど色が入ってない。ここら辺ちょっと紫色が入ってるのかな。ただもうここはもうベースの下地の状態でそのまんまなんで、まあこっちも色替えの時も全然色は入ってないんですけど、まあ元々がこの辺がふわっと塗ったって、まあ、ちょっと この辺もちょっとね、元々塗ったんだか塗ってないのか分かんない。このガラスの下がちょっと塗ってあるぐらい。だからこれガラスがついてフロントのカウルがついちゃうと全く見えない部分なんで、まあ基本的には見える部分は全部イエローになってるみたいです。でもうこの辺とかもそうだし、こっちもガラス外したこの内側も全部塗ってるんで、この辺もしっかり色が、でも後ろ回っちゃうともう元色が多分相当分解してもわからないぐらいしっかりで、穴は全部色入らないように埋めて塗ってるみたいです。で結局オールペンって、まあ、過去何回も紹介してますけど、手間仕事なんで、まあ、どこまで分解するか、あとはやっぱり塗っていく上で、これちょっと後で話聞いてみたいと思いますけど、どうしてもそのダストがついちゃったりとか、そういうところをもうどれだけリカバリーするかで仕上がり、まあ、あとは見積もりなんかがだいぶ変わってくると思いますので、まあ、今回は徹底的にもう全部この内側のフレームまで全部やりきってる感じです。でこのリアゲートのこのヒンジさえもこれも全部多分これを動かしながら塗ったんだと思いますけど、はい、この内側も全部色が入っております。あ、そうですね、やっぱり結構色が違うんで多分下塗りだと思います。これちょっと後で話聞いてみたいと思います。こんな感じでボディの塗装、まあ、第一段階じゃないでしょうかが、こんな感じで進んでおります。あとパーツが向こうにあるんでパーツもちょっと見てみたいと思います。さあ続いてこちらがドアだったりのパーツたちです。これもまるっと多分下塗りじゃないでしょうか、塗り上がって、もうこれの状態でもだいぶ、まあ、肌はちょっとゆず肌ですけどだいぶ綺麗。ただやっぱり塗装ブースの中で塗ってもダストは少し、まあ、多分下塗りでちょっとこうサッて塗ってるとこもあると思うんですけど、でこっちがリアドアか。で当然このモールが入るところも、あと下から覗くと分かるんですけど、パネル外した内側も全部色が入って、多分言われても元色が何か分からないぐらいになっております。であとは他のなんかゲレンデのパーツたちもいろいろ転がってますけど、フェンダーなんかもしっかり全部、そして裏側も塗ってるわけじゃないですけど軽く色が入ってるんで、もう本当に元色がわからない。あ、ただそんなにめちゃくちゃ厚塗りしてるわけじゃないんで、レクサスロゴはこうしっかり見える感じ。これこうベタって埋まっちゃってたりすると、あ、色変えてんなって感じですけど、しっかり残ってるぐらいなんで、まあ、これからちょっと塗り重ねててどんな感じになるかなっていうところだと思うんですけど、こんな感じになっております。あとこっちがフロントドアかな、この辺もこれもしっかり内側まで、はい、色が入っております。あともうちょっとパーツが向こうにあるんで向こうも見てみましょう。さあ続いて突然ですが問題です。これは何のバンパーでしょうか。チッ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 ブー、正解はアルファードでした。はい、アルファードのこういう塗装もいろいろ入ってます。これ純正か車外かな、車外ですね。車外のなんかバンパー、あの国産車の塗装だったりだとかエアロ取り付けなんかもお気軽にお問い合わせください。そしてちょっと話はそれましたけども、こっちがリアゲート
リアゲートも全部分解して乗ってるみたいです。で当然ガラスも外してますし、内側の配線、まあ、その他細かいクリップの受けなんかも全部外して色が入っております。でボンネットも一通り色が入って、で裏側も、これ裏側僕すごく重要だと思うんですよね。開けた時にこれちょっとこう見えちゃってたりすると、あってこう残念ポイントになっちゃうんで、まあ、その辺なんかも本当にきっちり塗ってあるという。これただ組み付けが僕メカニックとしては怖いなっていう、こう少しでもこうガッとかなっちゃったり、特にこうステー当ててこうボルト締める時とかガガガってなっちゃったりするとちょっと危険だなという、まあ、この辺はプロフェッショナルボンドボディですから大丈夫でしょう。であとこちらがバンパーになるみたいです。バンパーはあの金属パーツと違って、まあ、ちょっと処理の方法が違うんで、まあ、まるっと傷を拾って、多分サフェーザーこれ拭いてる状態じゃないですかね。これもまあ全部分解して、もう元色が出ないようにこれから塗装に入るみたいです。この辺なんかも多分そうじゃないかなと思います。さあ続いてちょっと進捗を、はい、塗装担当の高橋さんに聞いてみたいです、はい、今アレックスあれどんな感じですか。今一通り下色と内 P が終わったところです。車体の方も、車体の方も、あれってもうあれからさらに重ねて塗るってことですか。そうですそうです。下色ってことあの全部あのドアフェンダーは車体に乗せて、はい、でマスキングして通して、あ、だからちょっと色ムラというかこう、あ、そうですそうです。耳しか本ちゃんの色かかってないんで。あ、そういうことですか。やっぱりそうですそうです。だからこうドアの開口部のとこだけ色が濃くって、はい、他のとこは色が薄いっていう。そうですそうです。じゃあこれからまだ、もちろんです、地獄の作業が待ってるわけですね。そうです。なるほど。まだ始まったばかり。塗装の工程的にはちょっとこれ、はい、現物で解説してもらった方がいいですか、ね。はい、結構コメントでもやっぱり真逆のその紺色、青系から青に塗るの大変ですよねって言っていただいたんですけど、そう、土が言ってもらった通りで、説明してもらった通りで、はい、本当真逆の色なんで、しかもその色がもう本当のこう純正なレモン色なんですよね、はい、だから下が白であってもなかなか染まらない。出てきちゃうってことですか。そう、出てきちゃうんですよね、白が出てきちゃう。じゃ下処理がすごく重要。下色がそうですね、はい、でも元色も紺色なんで、まあ、その間を取って、まあ、よりまあボディ色にちょっと近く、こっちも上色かかっちゃってるんですけど、はい、下色は本当クリーム色っぽい、グレーに黄色を入れた色で、色を染めて、その上に上色をかけてる。はあ、なるほど。でここら辺はまあ新車に、新車っぽく、はいはいはい、内反色やっぱり塗ってある。あ、そうです。内反色が透けてるような感じで。あ、なるほど。ボンネットもそうですけど、こっちも、はい、これってじゃあその紺色自体はこの奥にやっぱりあるんですか。ありますあります。ある奥にあります、はい、じゃあそれ足付けして、はい、その下処理の色塗って、そうです、色が乗っかってる状態。はいはい。これってやっぱり剥らないのはその耐久性というか。そうですね、あの新車の塗膜の下地、特にそうですね、新車の塗膜の下地を生かして、ペイントした方がそのより耐久性はいいんで、いわゆる電着塗装ですよ。そうですね、はい、だからなんか色替えっていうともう全部あの剥離剤かけてこうブヨブヨにして、うん、はいはい、鉄板出して塗るのがなんか一番いいんじゃないかみたいなイメージですけど、うん、そうじゃないんですよね。そうではないですね、やっぱり耐久性とか考えると純正のいいところは残しつつ、はい、そうですね、色替え、そうですね。私たちが使ってるのはもうあの補修用の塗料なんで、補修用のプライマーなんで、やっぱり電着に勝るものはないんじゃないかなと思います。なるほど、はい、だからもう極端ななんか特殊な例を除き、基本的にはこの下の処理は残した方がいい、はいはい、ただ逆の色なんで、はい、めちゃめちゃ大変ということで、はいはい、この状態でもやっぱりまだこれから塗り重ねるみたいです、はいはい、あとちょっと高橋さんの仕事は、はい、大渋滞してるんでちょっと軽く紹介してもらっていいですか今高橋さんがどれだけ忙しいかを、はい、アピールしようかな。これやばくないですかこれ。そうですね、これ東京店から入ってる作業で、はい、グリル周りとエンブレム、はい、を全て、半ツヤブラックで塗っていきます。あのもう東京店内山店長が塗りましたとかって簡単に言ってるけど簡単に言うよってね現場じゃめちゃめちゃ大変だっていう。そうです、はい、これちょっとパーツ点数えぐいっすね。はい、グリルもじゃあこれ分解して ここも塗るってことですか。全部ですね、ここ塗り分けというか、色変えないで全部サテンブラック。この辺もだってこれもこの
アウディマークとベースとリングを全部分解して塗るってことですか、はい、そうですね。でこれが向こうにあったそのちっちゃいアウディマークです。そうですそうです。はい、はい、はえこれってどうするんですか。これも足付けするんですか。足付けします。します。これはまだしてない状態ですか。これまだしてないです、はい、ちょっとまあちょいちょいしてあるパーツもあるんですけど。ああなるほど、はい、やっぱりメッキってこう足付けするの大変なんですか。大変ですね。なかなかきあの足がつかないと傷が入りづらいんで、もうガシガシにつけていかないと。なるほど、はい、ただしないとやっぱりちょっと剥がれやすくなっちゃう。剥がれやすくなっちゃいます。はい、あとこの定番のシルバーのパーツ、はい、あとこの辺気になるところとしてはやっぱりこう塗るとこう貼るときどうなんだっていう、ずれちゃったりとか。あ、まあ、それはないですね。こう台紙の乗せたまま、乗せたままです。はい、でこっちも色が入るからそこは取ってって結構大変な作業なんですよね。あと他にも見たことあるパーツのゲレンデですね。あれはあれはゲレンデのテールスモーク、ね、はい、あれ先代はナイトパッケージみたいな黒いやつないんでしょ。ないですね。はん、ない。ただ高橋さんの手にかかればこんな感じでテールを黒く、はい、現行のあのナイトパッケージみたいにワントーン落とすなんていうのは、はい、できちゃうみたいな。お茶の子さいさいです。言ってしまいましたね。はい、はい、そしてあとは、あとどの辺、あとまあアバルトのテールスモークとかこの辺を今やってる、はい、これはガックンから入ってます。これもじゃあスモークペイント。これもスモークペイント。なるほど。じゃあ結構レンズ類なんかも。あと今ブースに入ってるのが名古屋店から、はい、これあれじゃないですか、ゲレンデの。あ、そうです、あの名古屋店の相村店長からあやさ、はい、ベージュのゲレンデにシルバーの、はい、あの動画で紹介してた、はい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 、あの車に今度ヘッドライトカバー、それ若干先にネタバレになっちゃうかもしれない。え、これも全部こう塗るんですか。これも全部あの同じ色でマットシルバーで。あ、マットシルバーに塗るからってことですか。はいはい、そうです。もともとはだって塗らなくていいパーツですよね。そうですね、黒のままなんで。ポン付けにできるやつを、はい、黒じゃ嫌だって言って、はい、シルバーにこの細いこの針金みたいのを全部裏側まで足付けして、はい、でこれ塗るんです、ね、そうです。ここはやっぱりじゃあ色入らないんですか、この引っ掛けてあるところ。ここはもう一回塗ります。こうどう考えても無理なんで、はい、一通り通した後ここだけもう一回塗ります。これが下に来るのかな。大変なんですね。そうなんですよ、はい、じゃあ相村店長にも言っときますね。大変なんだぞ、はい、簡単に言うなよって。そうです、はい、ただこんなこともできるみたいなんで、お気軽にお問い合わせください、はい、というわけで今回もボンドボディの様子をお伝えしました。他にも緑色のとか紫色のとかすごい車入ってるんですけど、ちょっとボンドボディの Vlog ではご紹介できないんで、まあ、各店のブログなんかでおそらくご紹介させていただけると思いますので、ぜひチェックしてみてください。というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。屋根の火跳ねを取っていきます。あれだけ小さい飛び石でも修正するとこのぐらい広がってしまいます。あれだけ小さい飛び石でも、しっかり直すには、これだけ修正範囲は広くなります。
。